女がいなくなった。何も言えず突っ立ってた。関係ないよと言い聞かせて、関係ないよと言い聞かせて、夜中に目が覚めて自分を慰めてる俺、ひたすらに情けなくて、もう一度自分を慰める。彼女と手をつなぎたかった。彼女とどこかに行きたかった。 I love you なんて言えないよ。布団に潜ってそう言った。写真立てにそうつぶやいた。あれから数日経って、彼女の家に行ってみたんだ。表札はもう外されてて、ウリアとイチゴ書いてある。家に帰って部屋に戻る。誰にも会いたくなくて、好きだったと口に出してやっと涙を流したんだ。彼女とキスしたかった。彼女を抱きしめたかった。 I love you なんて遅すぎる。涙も流してそう言った。さよなら僕の初恋。